から見えるパラパラっていう、ね、そうそうですね、そうですね、なんかこのあれですね、こう形がすごく、うん、独特ですよね。ただのアーチじゃないってところ、ね、そうですね、だからすごくなんか印象的なアーチですよね、はい、動きがあるって、これみんなこれあれが好きですよね、これ壁から天井って絶対してますよね、うん、あそうですね、これドアとか残ってる枠も、ね、枠もなんか全てこだわりですね、これね、天井みんなある、細部がすごいですね。開口の裏まである。うん。こういうのが多いですよね。ノンスリップも上昇のあれですよね。ああ、これはそうですよね。手すりもいいですよね。ああ、なんか。これはあとですかね。うん。形が違いますもんね。その。こっち側が。こっちが応接室。応接室。で、これが所長専用のトイレ。あ。所長専用トイレがあったんですね。これでもやっぱり明るかったでしょうね、きっと、ね、両方空いてればこれだけのことがあればね、あるでね、あるの、はい、そうですね、肩作って肩でこうやるらしいんですね、これ難しいでしょうね、手でできないんで肩でこう、あ、はい、でこれ幅作ってこう陣取りですね、陣取りだと思います、そうですね、陣取りですね、ため石がね、遠くのと違うんでね、石が割れてないね、綺麗ですね、綺麗ですね、綺麗に、うん、学生が見れてる、これタネのもタネ道が綺麗に丸にこうつけて、うん、ここからずっとここまで、うんうん、美術館の地下にこういうあの社官が作る型の板を取ってあります、うん、見つかってあるの、うん、上の爆裂の状態とかね、見ると雨漏りがひどないかっていう、そうですね、水が垂れたところはないですよね、もう昔の人はね、コンクリート置くときに水漏るような作りはするんですよ、スクチョクス2階で、畳がこれ入ってますね、まあここ押し入れか、布団とか入れてたんですよね、でも随分奥行きがあるし、そうですね、あ、向こうレンガが見えますよ、あの奥の方、ほら、あ、ほんとだ、ちょっと、あららら、なんでだろう、間仕切り壁、レンガでやってたんですか、これは後から何かやったんですかね、いや、後からもレンガが使わない、ね、上の方見ると結構、ちょっと、ここはトイレですかね、何ですかね、トイレ、ただあの鉄筋とか全部インチですからね、ものすごいのがあるんですよ、足立さん、パラペットのところって見に行ったんですか、上に上がりたいですね、上がりますよね、パラペット、はい、このまま体上がってます、ね、そうですよね、いや3階は行ってないですよね、屋上に絶対ですよね、出られないか、屋上は出れない、パラペットの上の方まで出れるんですか、外からやってあるから、ああ、そっかそっか、じゃあ上まで、ちんとみっとるの大変ですよね、これを塗って固めてる、ね、削るわけですから、ちんと回転させて、うん、だから
なかなか飛び出すのがないですね。どうでしょう。外に出るときはちゃんと目出し並みを。あ、鏡が下にあったね。鏡自体は私買ったけど、結構古い建物ができた頃からあるんですよ。鏡置いたらしいから。じゃあそれこそあれですね。そのなんかいや菊谷さんの発想だったかもしれないですね。かもしれないですね。外風呂は宿直でだいたい毎日5、6名泊まってましたから。そうだよ。これで風呂に入ってる時に送信機止まったり。多分僕が最後だったと思いますけど。あ、大丈夫ですね。中に。じゃあ閉めた方がいいです。動物は好きだからね。あと下の方に飛び出たわ。うまく飛び出ると泡になっちゃう。そう、おまか地面に打てば食いだけど。